レミスさん、自然薯そば、とろろそば、塩でいくの？かば焼き、すごいね。定食。これ最初から味がついてるので、薄いようだったらこれいい。はい。自然薯豆腐。飯だろうね。だいぶ伸ばしたね。そうだよね。すごい鈍い。いただきます。はい。おいしい。本当？うん。かば焼きも行ってみる。かば焼き。と、自然薯のかば焼き。うなぎ風にしてあるよね。皮はついてる。皮はね、これ。海苔で細かく塗ってある。うん、うまい、うまい。うなぎではない。おいしい、サクサク。何そばを塩で食べるの？つけすぎなきゃいいね。おいしい。しまった。ネギも薬味にあるんだよ。わけがない。はい、じゃあそばもいただきます。10割そば。そうではない。10割って書いてあった気がするけど。とろろはとろろ。そっちでこっちなのかな。これもつけて、私はこれつけてからとろろつけた。自然薯豆腐だって普通にごま豆腐っぽい、あ、ごまソースがかかってるからか漬物も美味しいよね。塩で食べるんだって。食べたね。食べた。美味しかったね。美味しかった。あそこに鮎の塩焼きって書いてあるね。泳いどる腹立つ。